手で作った2メートルもある大きな飾りをつけ、お腹に太鼓、そして頭には鹿の仮面をつけて登場です。岩手県江差市の獅子踊りです。鹿踊りと書いて獅子踊りと呼びます。この少女の太鼓合わせて20キロ以上あります。これから広場で獅子踊り、全員はこの演目をご覧いただきます。
手県江差市の獅子踊りをご覧いただきました。